お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯は、チャーハンでございます。ただのチャーハンではございません。今回豆板醤と甜麺醤を使った辛いチャーハンでございます。いつもだったらね、パラパラで皿の上に置いてねやってたんですけど、今回はね茶碗をね乗せてね、さらに皿に乗っけてね、ちょっと盛り付けもねちょっとねなんかどっかのサンプルみたいにねちょっとね盛り付けてみました。でキャベツのスープも添えてみました。で今回はね、休館日にしたいと思います。番茶でございます。で、あとですねプロ野球カードもね、購入しましたので届き次第開封しますのでよろしくお願いします。あとですね、まあ残念ながらもね、つけてしまいましたけどね、サッカー日本代表チームチップスもね、第2弾もね、スーパーにね置いていればやりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。